キテレツ大百科の登場人物では、藤子藤雄の漫画作品、キテレツ大百科と、その派生作品で登場した人物キャラクターを扱う。原作は単行本にして、全三巻という短い作品であったのに対し、アニメ版、キテレツ大百科は8年の長期作品となっており、独自の設定やオリジナルキャラクターの登場も多い。本校では、 原作の設定をまず記述し、アニメで追加、変更された設定については新たに見出しを設けて記述している。テレビアニメの字幕放送では、キテレツのセリフは、主人公を表す黄色、コロスケのセリフは、純主人公を表す水色で表示される。川崎市交通局ラッピングバスに使用されている、キテレツたちのイラストキデイ1の、モニュメントレリーフいずれもアニメオリジナルの、 登場人物はアニメでは、表や小学校の生徒及び関係者。いずれもアニメオリジナルの登場人物。いずれもアニメオリジナルの登場人物。いずれもアニメオリジナルの登場人物。描かれたのは、字を超えたライバル。猛烈再登場。の1エピソードのみで、217話として、制作されながらもライバルの純レギュラー化を避けるために、おくらいにしていたが、 放映期間延長の影響で292話と293話の間に放送された。ありがとうございます。